四つ目の面。2007年の8月、場所は鹿児島にある父の実家。父の実家は最寄り駅から車で1時間以上走らないと着かないところにある、絵に描いたようなど田舎。当時Yは8歳だった。着くと早速祖父と祖母に歓迎されるも、DS を家に忘れてきてしまったことに気づいたYはひどく落ち込んだ。しかしその後畑仕事に行く祖父に誘われてついていくことにした。農業用一輪車の中に乗せてもらって、ウキウキしたのをよく覚えてる。しばらく乗っていると祖父の畑に着いた。畑は山の中にあって、畑の部分だけ切り開いたような作りだった。着くと祖父が、この山はうちのなんだ。と自慢げに笑っていたが、子供ながら山って自分のものにしていいの?みたいなことを考えていた。少しすると祖父が畑仕事を始めたので、しばらく横で眺めていた。しかしそれも飽きてきたので、祖父が持ってきていた大きめのスコップで山の土を掘ってミミズや幼虫を探していた。何度目かに掘り返そうとした時に、スコップの先に何か硬いものが当たった感覚があった。見ると薄茶色の角張った何かが土の中に埋まっている。何が埋まってるのか確認したいという思いに駆られたYはスコップでそれを掘り起こした。出てきたのは木の箱だった。持ち上げるとずっしりと重く、真ん中に何か書いてあったが腐りかけていて読めなかった。蓋を外すと中には焦げ茶色の木のお面が入っていた。縦長で目が4つある。目4つと口の部分がくり抜かれており、装飾もされてない無表情なお面。例えるなら千と千尋の顔なしに目を2つ付け足したような見た目。箱の中の板に紐で結びつけられていたが、Yはそれを引きちぎって箱とお面を分離した。そしてお面を見つけたことを褒めてもらえると思ったYは畑仕事をする祖父に店に行った。しかし祖父は、どこにあったそんなもん。とだけつぶやき眉間にシワを寄せた。予想とあまりにも違う反応に、がっかりして少し泣きそうになった。ゴミだと思ったんだろうな。木箱は見せなかったし。だが当時のYは骨董品やガラクタのようなものが大好きだったので、ひとまず持って帰ることにした。今思えばこれが大きな過ちだったのかもしれない。家に着くと、祖父はYがお面を持ってきたことを知らなかったようで。持ってきたのか?汚いから家に入れるなよ。みたいなことを言っていた。実際土で汚れていたし、洗おうかとも思ったが暑いし疲れていたので、庭の隅に置いて家の中に戻った。しばらくして再び庭に出ると、祖父の家で飼っている猫が、お面の方を向き全身の毛を逆立てて威嚇していた。しばらく睨み合った後、走って車庫の方に逃げていった。その時はお面なんて怖くないのになぁ、くらいにしか思わなかったが、猫はお面から何かを感じていたのだろう。その後は豪華な夕食をみんなで食べて、花火をして父と風呂に入って寝た。何の変哲もない夏休みに帰省した時のいつもの流れ。だがYはその夜奇妙な夢を見た。真っ暗な山の中で、木造の小屋のような建物に向かって階段を登っていく夢。登っている途中小屋の中から、という低い声が断続的に聞こえてくる。しかし歩いているうちに、徐々に意識が遠のいていき目が覚めた。目が覚めると気分が悪く、全身に嫌な汗をかいていた。今にも吐きそうだったが一人でトイレに行く気になれず、弟を起こして二人でトイレに続く長い廊下を忍び足でゆっくりと歩いた。あと2、3歩でトイレに着こうかという時に、前方から何か嫌な感じがしてYと弟の足が止まる。Yが止まったから弟も止まったのかはわからないが、二人ともピタリと動きが止まった。少しの静寂の後、木のきしむ音がして、扉の隙間から光が漏れた。トイレの扉が一人でに開いた。廊下は真っ暗だったがトイレの窓から漏れる月明かりで、トイレの前だけが照らされる。そこには何かがいた。黒くてもやもやした。
髪の毛のような何かが宙に浮いていた。そしてその何かは廊下の突き当たりにある祖父の部屋の方にスーッと消えていった。直後にワイと弟は猛ダッシュで寝室に駆け込み、ドアが勝手に開いた、お化けがいたと騒ぎ立て両親を起こした。夜中の3時である。しかし信じてもらえるわけもなく、そんなこと起きるわけがない、早く寝ろと父に一喝された。その最中も扉が開いたり閉まったりする音が聞こえていたが、父も母も確認には言ってくれなかった。両親も内心怖かったのだろう。その後怖くてなかなか眠れなかったが、弟の布団に入ることでなんとか寝つくことができた。恐怖心からか吐き気はなくなっていた。家族の中で一番早く起きたワイは、猫を探しに庭に出た。これも帰省した時のお決まりである。猫は見つからなかったが、ふとお面のことを思い出して置いた場所を見に行った。お面はなくなっていた。周りには何もないし、人が運ばない限りそこからなくなるはずがない。俺は祖父が嫌な顔をしていたのを思い出して、祖父が捨てたかどこかに移動させたのだろうと考えた。家に戻りしばらくすると祖父が起きてきたので、お面のことを聞いてみた。するとどういうわけか祖父はお面のことを全く覚えていない様子だった。それが知らないふりなのか、本当に覚えてないのか気になったが、祖父は口数少なく怖い印象があったので、深くは追求できなかった。昼になって父と弟と川遊びに行って、虫捕りや魚釣りを楽しんだ。帰りの車の中で遊び疲れたワイは寝てしまった。寝ると再び山の中にいる夢を見た。今度は目の前に霊の小屋があり、ワイは立ち止まっている。小屋の中からは相変わらず、という低い声が聞こえていたが、今回はすぐに目が覚めた。目が覚めると前回と同じように気分が悪かった。しかし前回とは違い吐き気があるのに吐けないという状況が続き、いわば生き地獄だった。そんな状況なので、もう一泊する予定であったが急遽自宅に帰ることに。帰りの新幹線の中でも悶絶していたが、降りる頃には治っていた。今思えば、鹿児島から離れるにつれ楽になっていたような気がする。その後は一つのことを除けば特に何事もなく普通の夏休みを過ごした。一つのことというのは、金縛りに遭うようになったことだ。金縛りに遭うと、という低いうなり声が聞こえた。直後に汚れた腕に両足首をつかまれベッドから引きずり下ろされる幻覚を見た。枕から頭が離れてベッドから落ちそうになる感覚があるのに、金縛りから覚めると頭は枕についている。これが一週間に一回くらいの頻度で起きていたが、いつの間にかなくなった。ほどなくして祖父は肺がんになり亡くなった。猫も体毛が抜け落ちる病気になり、その後行方不明に。かっこ獣医に見てもらったが原因不明だったらしい。祖父の家に住む父の兄は旅館を経営していたのだが、幽霊騒ぎがあり廃業。祖母も腰を壊し働けなくなった。これらが14年前に起きた、怖い体験と不幸のすべて。で、14年も前のことを細かく思い出したのは、この話に少しだけ進展があったからだ。先日祖母と電話をしていて、ふとお面のことを思い出し話してみると。そういえば子供の頃に、目が4つある山の神様が、あそこの神社に祀られてるって聞いたことがある。と教えてくれた。神様の名前も知ってたけどもう覚えてないとのことだった。その時は、へえ、くらいにしか思わなかったが、調べてみると祖母の言っていた神社は、確かに祖父の畑の近くの山の中に実在していて、Google マップにも写真があった。見ると何十年も放置されているような、どこかで見たことのある木造の小さな神社だった。というか画像で見たこの神社、14年前に夢に出てきた小屋、そのものだった。怖かったよ。あの小屋なんだったんだろうなーって思ってたのが、山奥の廃神社だったんだから。
アップした画像見てもらうとわかると思うが、神社というより小屋に見えるだろ？すまんが神社の名前教えてくれや。わい個人的にこういう話を卒論で書きたいと思ってるから参考にしたいんや。諏訪神社。たくさんあるけど山の中にポツンとあるやつ。ちなみに彼女と電話してるときたまに、今ってうなったって言われるから、まだわいの近くにおるのかもしれん。じいさんと猫がお面の呪いを引き受けてくれたんかな。諏訪神社に持ち込まれたものとかだったのかな。諏訪神社には関係なさそうやが。なるほどそうかもしれん。だとしたらあのお面は誰が何のために作ったんだろうか。怖いわ。一致の全部読んだけど、神社って神聖な場所ちゃうんか？はい、神社って逆に良くないもののたまり場になるらしい。信仰を失った神もたたり神になるって言うし。場所による。一致の言った神社の祭神は名義上メジャーな神やが、実際は名義不明の土着神や。一致です。ちなみには胃に起きた不幸はないけど、生ぽや。大学中退して仕事も続かず、今では生ぽや。バッチリ呪われてて草。健一。今から15年ほど前、私が小5の時、祖父といとこの3人で、山に山菜採りについて行った時の話です。山でいとこと遊んでいると、10歳くらいの男の子が一人でいたので、この子も家族と一緒に山菜採りに来たんだろうと思い、仲良くなってその子といとこと、3人で一緒に遊んでました。健一という名前の子でした。夕方頃、下の方で祖父がそろそろ帰るぞというので、その子にじゃあバイバイと言うと、その子は木の枝にかけてあった祖父の熊よけ用のラジオを手に取り、それをバリバリと食べ始めました。ラジオは粉々になってました。その子の口は犬のように突き出していて、目は真っ赤に変化してました。そしてブツブツと何か言ってました。ゲルマニウムが、というのが聞き取れました。怖くなり、いとこを連れて下の方にいる祖父の元に一心不乱に逃げました。その子はラジオをバリバリ食べながらこっちを見てました。祖父もただごとではないと判断し、急いで私たちを連れ車に戻り逃げました。数日後、その話を聞いた猟友会の方々がその山に入りましたが、ラジオのダイヤルだけ見つかり、他は何も怪しいものは見つからなかったそうです。先の話で思い当たることがありまして、ひょっとするとこれ秋丸県の県南での話では？かなり昔の話ですが、似たような話を祖父に聞いたことがあります。私が聞いたのは、山のふもとのゴミ捨て場のテレビを素手で壊してる子供がいたので、祖父が何してるんだと聞くと、その子供が基板をバリバリ食べ始めたそうです。その子供は犬っぽい顔だったと。祖父が止めたんですが、すごい力で抵抗したそうです。私の聞いた話はこれだけですが、どうも投稿者さんの体験と重なる部分が多く、気になって書かせていただきました。サプライズ。友人の結婚式の披露宴でのこと。オカルト注意。新郎新婦の生い立ちビデオ、プロフィール DVD の上映があったんだけど、映っちゃいけないものがバッチリ映ってた。他にも何人か気づいた人がいたらしくて、ざわざわ、ざわざわ。で、その変な空気がやっと収まりそうってところで、新婦のいとこが中二病かメンヘラかわかんないけど。〇〇ちゃんはたたられてる。私が除霊してあげる。と叫び出してさあ大変。父親らしき人に速攻でつまみ出されたけど。怨念、悪霊、私が除霊するー。つってロビーでも暴れてた。実はその DVD、新婦の手作り。編集中は小さいプレビュー画面を見ながら作ってたせいで本人は全く気づかなかったらしい。当時、
みんながざわざわしてることに対して神父は、あまりにも自分が作った DVD の出来が良くてみんなが感心しているせいだと思ってたそうな。いきなりいとこが叫び出した時には、何のサプライズ演出かと思ってワクワクしたのに、って笑ってた。そんで披露宴の後、DVD を神父家家族で改めて確認したところ、お父様が、母ちゃんだ。と、ぽつり。なんと映っていたのは、生前からいたずら好きだった神父のお母様だそうな。お母様が亡くなったのは神父が3、4歳の頃だったため、神父はあまり記憶もなく、写真と見比べてもピンとこなかったらしいけど、お父様がつぶやいた、母ちゃんだを聞いた瞬間に涙が溢れて止まらなかったそう。そうだよねー。悪霊が、悪感べいして映るわけないもんね。